え今回の小話はですねデッドリフトのオルタネートフリップねこれの解剖学的な正解とはどんなものかっていうお話をしたいと思います <music> 一応あの先に言っちゃうとコメショナルで弾く時にも 相撲で弾く時にもですねまあ共通してですね足幅が肩幅ぐらいに開いてお尻を振っていただきたいんですよ前後にですねで突き出しにくい側に親指を向けてくださいこれで揃います内転筋の長さを今見てるんだけれどもこっち側がちょっとこうテンション高いで角度が狭いこっちはこちらでよく伸びるから角度が大きいって言ったらこっち向けるとバランスが整うっていうことになるんですね でその辺のお話をいろいろしていきたいんですけれども、えー、その前にあのまずデッドリフト、ね、これはあの効率的にデッドリフトを行うための、まあ、条件って何かなって考えたことないですかあの基本的にはバーベルの中心を自分の体の中心で捉えてまっすぐ引き上げるっていうのが一番理想的ですよね。でそうなった時にはこう立った時の足。 この両足で踏みしめた土台っていうのをこう足があったらこの四角形ですよねこれを四軸底面って言います。その底この体の中心っていうのはえどこに降りてくるかっていうとちょうど外くるぶしのちょっと前辺りですねこう土踏まずの高いところって言ったらい,いかなえそこに落ちてくるんですよねですか。で でその支持規定面の中心とシャフトと自分の体の重心点が釣り合った状態で上下に動いてくるっていうのが一番ロスなくシャフトに力が伝わるラインということになりますね。でそこで知っていただきたいのは僕らの重心点ってどこにあるのって話なんですけれども気をつけってやってこのまんま凍らせるカチンと凍らせる。 でその体を横に倒して矢印のようにバランスするポイント、これが重心点ですね。このバーベルだったらこの真ん中ってことになります。紐で吊るしたらちょうど吊り合うところ、これがですね僕らのおへその4本指下の第三寸ってことですね。へそ下三寸の聖火丹田なんて場所に当たるんですね。この聖火丹田っていうのを点で中、まあ、立体的なね、えー、3D で理解するってなると、 まあこうやったらおへそからずーっとこう線を1本ねまっすぐ、えー、イメージしていただくとあの骨盤ってここ穴があるでしょこれ仙骨孔っていうんだけれども第二仙骨孔この2つ目の仙骨孔の真ん前にこの立体的な部分って言ったらいいかなここに重心点ができるんです,ですねでここには骨盤のねじれ運動 こういう運動ね、このねじれ運動の粘転軸、回転軸というものも存在しています。ね、でそれは、デッドリフトにおいてもとっても重要で、股関節がこうあるでしょ、股関節の形状って、ここにほら、飛び出してるのがあるじゃないですか、ね、ここに角があるでしょ、この角度、ね、股関節のこの大腿骨頭の傾斜、これが指さすところも、この 中心軸なんですよいいですかここの中心軸こう来てピッピッピッピピって斜めに来るこっちも同じくピッピッピッピピって交差するのがこの第二仙骨孔の前の最後単連ですそしてなんとですねこの頭から背骨全体をニュートラル一番ね前にも横にも後ろにもね倒れてないニュートラルな方位置関係にした時の重さもこの 重心点に乗っ,かってくるんですだからねちょうどあのベンツのエンブレムみたいな <laughs> 形で重心がこう合ってくるんですよここにねこれをぶらさないでこの成虫シャフトの成虫と合わせて股関節の進展動作がなされると足を均等に使うことができるんですねまあみんな言わずもがなだとは思うんだけれども均等に使えないっていう条件って 当然あのデッドリフトをマックスで弾けないのは分かりますよね。例えばまあこうやって持ってきてでお尻をピッて片っぽだけ突き出してよいしょって弾いてきたら右足で弾いてる感じでしょ。これよいしょっと。よいしょっと。両足で弾いた時と比べたら当然あの片足でブレて弾いた時の方が。 引けるる重量は少なくなく形しか使ってないからね。はい。ってことで、この成虫を合わせるっていうのがすごく大事だよって話になりますね。今はまあ前から見た時の成虫線の話をしています。本来的には今度横向いた時の,あの重心線っていうのもあるんだけれども、今回はそれはちょっと外しますね。まあ、ちなみにそうなってくるとね、あのややこしい話で骨盤から頭までの、えー、まあそうだな、えー、上半身質量中心っていうのに、 バーベルをすり下げることになりますね。どこにあるって言ったら溝落ちのこの平面ですね平面の中心ここにあります,すね。胸椎だったら第8から第10あたりの間ですねで、ちょっと上下しますこれあので呼吸で横隔膜が動くと中空になった空っぽになったエリアが増えるじゃないですか増えたり減ったりするじゃないですか だから重さの位置関係ここからここまでの重心点も上がったり下がったりするんです,ですねまあそれは置いといてで話したくなっちゃうけどやめとこうはい <laughs> でこの前面の話ねただから今度はこの引き上げるための土台が歪んでたらどうしようって考えちゃうじゃないですか確かにそりゃそうなんですよでもこの歪みを背骨全体骨盤の歪みというものも成虫に整えるためのそして 真ん中を成虫と中心軸を強く保持するための筋膜の装置ってあるんですよ。これ、インナーユニット、そしてアウターユニットっていうのがあるんです。インナーユニットって何なんだっていうとあの腹横筋って分かりますかね、腹巻きみたいな作用をした筋肉ってあるんですよ。ね、こういう方向に生えてる筋肉。ねえー、背骨の このの出っ張りりあるの分かりますよね六突起なんていうんですけどそこからぐるーっと取り巻いて輪っかになってる筋肉があります、まあ、前側はね腹直筋を積んでいる腹直筋症っていうあの筋とあのくっついてるんですよねで筋の裏側からこうやってぐるんと回ってくるんだけれどもで後ろ側はねこの出っ張りのべこっと外した中にこの椎体のね前側って言ったらいいかなに縦に仙骨から 後ろ頭までビチャーっと人体がついてるんですよ。甲縦人体という人体がついています。で、その人体に入り込むようにつながっています、この腹横筋というのはね。息を強く吐くときなんかにも使われる筋肉、そして手足をプッと動かそうと思ったコンマ何秒先にプッと働くことで、 体幹、骨盤をピシャッとニュートラルな方向に固定してくれる筋肉なんですね。胴体部の安定性が先に高まってくれるから、手足を思い通りに動かすことができるんです。そのための補聴取りのような筋肉です。そしてその腹横筋に加えて、今度は横隔膜。横隔膜ですね。今度は息を吸うときの筋肉ですね。そして骨盤隔膜。ねこの下側を覆っている筋肉ですね。 これは息吐く時に働くんだけれどもそしてもう一つはですねれ裂筋なんて背骨の際についているような筋肉たちでこれらが一つの機能単位装置として腹圧を高めるのに働いている筋肉なんですねで、まあ、腹圧がぐんと高まることで骨盤も背骨も安定するこれはイメージつきやすいと思うんですよなんだけどさっきの上から下までつながっている人体あったじゃないですか甲重人体 ね、それを横から引っ張るような形で腹横筋って働くんですよあの。人体ってね、白く見えるでしょあれってコラーゲンの繊維が縦に並んで綺麗に並んでるから真っ白に見えるんですって。ね、あのまっすぐ,ぐに並んだねコラーゲンの繊維を横に引っ張るんですよ、腹横筋は。どうなるかっていうと、こうなります。こうなるわけです。っていうととこことここの点が 短くなるでしょっていうとこの背骨の中で甲人体の長さが短くななったらどううりましょうこうずれ込んでた体もピシャッて真ん中に揃うしかないんですよ。ねっていう形で頭のてっぺんからまあ、仙骨まで骨盤の真ん中まで土台までもねピシャッと中立位、えー、ニュートラルな位置に引っ張ってくれる、えー、作用を腹横筋は持っているんですね。 でそれだけで、えー、背骨や仙腸関節っていうものを骨盤というものを安定させられるかっていうとそうではないんですね表面の筋肉も協力して動きの中での体軸というものを安定させているんですアウターユニットっていう名前があるんだけれども後ろ側からいきます斜めに仙腸関節を支えている筋肉たちがいます。後背筋筋と大筋ですね これは体をねじるような運動にも使われるから、バックファンクショナルラインなんていうふうにも言われていますね。で、前側にもあります。これはいろいろなちょっと情報も古いんだけれども、外腹斜筋から内転筋、こっちの斜めね、そうするとこちら側の先頭関節を前から押さえる感じになるでしょ、こっちをね、前から押さえてる。ね、これもバッテンに入ってくるんで、これもねじるような動きっていうのを、まあ、 止める、両方働けば止める、えー、片方働けばねじるになりますよね。で、えー、もう一つあるのはですね、あの深部重列系なんていうのがあるんですよね。深層、えー、ハムストリングスの大替二頭筋、外側のハムですね、それが、まあ、こう入ってくるんですよね。そしたら、ここから線結節靭帯が線骨についてくる、ここに靭帯があるんです。で、そこから起立筋に乗り上がってくるのが一つのライン。 もう一つはその下の方の腱膜まあ人体って言ったらいいのかな共用筋膜っていうんだけれどもねで筋肉の強い膜ね、えー、そこを通って反対側の肋骨にべちゃってくっついてるのがありますだから斜めに Y の字に仙腸関節を支えてる、えー、装置もあるんですねでそれらっていうのが、まあ、基本的にはねじれる方向の動きを製造するって感じです でもう一つは横方向にもこの仙腸関節って動くんですよ。こういうふうにね、動いてくれる。で、そこを安定させるための筋肉たちに、ラテラルユニットっていうのがあるんです。一つは内転筋ですよ。一つは外転筋です。内転筋、片側が働いて、外側、反対側の外転筋が働くとどうなるか。こうぶれるんです。で、反対側が働けばこうでしょ。 っていう形で横方向のスイング動作を安定させています。股関節までの連結を考えると、梨状筋とかっていうのがここに、股関節の方にこうつながってくるのがいますね。皆さんも知ってると思う、梨状筋ね。えー、で、えー、外ッキ筋なんてちっちゃい筋肉、インナーマッスルなんかもこの辺、股関節向かってついてきます。ね、で、それらと骨盤角膜、ね、ここの筋肉、ね、これが、よいしょ、ちょっとわかりにくいか。 股関節からこの骨盤角膜から反対側の股関節まで一つのゆりかごのようにって言ったらいいかなゆりかごうんとゆりかごじゃなくてなんだっけえーえー、っとハンモック,ハンモックはいハンモックのように骨盤を下から支えている筋膜たちがいるんですよねでそれらっていうのも一つラテラルユニットとして一緒に働いています いいですかでこれらの筋肉がバランスよく働くと体を中心に、えー、ピッと合わせてくれるわけですね。いいで,すかでそこら辺を強く働かせた上で重いものは持ち上げているわけです。これはもうみんなそうしてる、ね。だからでしょ、ね、でそうやってやってるんだけれども僕らの体ってもともと左右差っていうのがあるんですよ。 臓器の位置が非対称的であるがゆえにちょっとゆがんだ姿勢っていうのをやっぱり取ってしまうんだよね。でその歪みに合わせてどうしても骨盤なんかも右に左にちょっとこうずれた状態でスイングした状態で安定しちゃってるんですよ。だからそのスイングしてる方向を見極めてしまえばそのスイングを戻す方向に オルタネイトグリップって使えるよねって話なんですよねじゃあ今度はねオルタネイトグリップの機能解剖というのかな筋肉上筋膜連結上の解釈っていうのをお話ししていこうと思います手をね内に返して握ったケースであのー、この前腕の屈筋っていうのが力入るでしょここの筋肉に力入るじゃないですかそうするとあの一部の筋肉に力が入ると そこのつながりを持っている筋肉に緊張がどん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 伝播していくっていう現象があるんですよ。これね、オーバーフローっていうんです。オーバーフロー効果って言ったりするんですね。力のあふれ出しなんていうのがあるんですね。あイメージしていただきたいのは、あの電車、電車、ね、電車があるでしょ。で、連結器があるじゃないですか。今、こんな連結器じゃないんだけれども、こうありますよね。で、1両目がぐーっと動き始めたら、 この連結器の遊びがちゃんとなくなって、二両目が引っ張られますよね。そしたら、今度は二両目が三両目を引っ張って、みたいな感じ。そんな感じで、伝言ゲームみたいに、筋力、聴、えー、力というものが波及していくんです,です、ねで。カウンターバランスとして引っ張られた分、引っ張り返さないと、この位置にいられない、というのが条件ですよね。味噌というのかな、えー、この現象の、まあ、面白いところですよね。自分の姿勢は変えないで。 ぐっと力を入れたら、そこに対して拮抗するだけの張力を広げていくって感じね。そんな、えー、現象があるんです。で、その現象ってあのゆっくり伝わっていくかっていうとそんなことなくて、あのね神経の伝達速度の7倍速いんだって。ね。ならもうあのなんていうかな僕ら神経伝達ってあのある意味電気でやり取りしてたりするから、あの電気とあのなんていうかな 神経伝達物質をプッて吐いてそのすっごいめっちゃ何ミクロンみたいな隙間をピュッとこう伝達物質があの次の神経につながってまたそこから電気が B みたいな感じの伝言ゲームをやるんだけれども、まあ、それだってめちゃめちゃ速いだけれどもそれを凌化するスピードで聴力というものは手足全身をねつな、えー、いでやり取りしてるんですよねでえー、っとね。 そこを一つ知っておいていただいた上でですよ、この前腕の屈筋がどこにつながりますかって言ったら、これもちょっとこっちで見た方がいいかな、こうつながるのって言ったら、この二頭筋と三頭筋の間の筋があります、筋幹中角っていうんだけれども、まあ、名前はいいです、ね、そこから大胸筋につながって、こっちの大胸筋は同じ側の腹直筋とつながります。 でそしたら、この骨盤の付け根に、恥骨なんてのがあるんだけれども、そこから今度、反対側の内転筋につながっていくんですね。面白いでしょそしたら、ぐって持ってくると、こっち側の内転筋の力も入りやすくなるんですよ。ね、じゃあ、今度、外に返して握ったらどうなるか。これはね、あのこっちの尺足手根ク筋なんて、こういうふうに引っ張る筋肉って言ったかな、ここを通って、三頭筋とつながるんですよ。ね で三頭筋って、極下筋、外ねじりの筋肉ですね。そのローテータカフの中の極下筋とつながって、えー、肩甲骨の間の両頸筋っていうのとつながるんですよ。で、そこから反対側の首の後ろ、板状筋なんていうので、ここにつながるんですね。で、その板状筋は、なんとですね、この強さ乳突筋と一緒に、 体の側面の筋膜をぎゅーっと緊張を上げるんですで、ね、その筋膜の中には中小伝筋、筋膜張筋、えー、っと大伝筋の上部繊維なんていうのがあるんですねってことはぎゅってこう持つとこっち側が強く働くということなんですねだから先ほど一番冒頭にお話しした通り生虫を作りたいだけれども自分の体の歪みで生虫がうまく取れない であればそこを取るためにはい、例えばですよ。こっちに股関節が振りやすい。こちらの内側が硬くて、こちらの外側が硬くてという体があったのであれば。こう向ければいいっていう話になるんです。親指をそのブレる方向の反対にセットアップして引いてあげれば、ちょうど真ん中に揃えることができますよ。ということなんですね。 よろししいでしょうかでちなみにですねこの内転筋と外転筋のまあ多分ね医療系の人であればいやでも先生さっき肩幅で開いてっていうと内転筋の、えー、縮んだ状態ね短縮は浮き上がるけど逆に外転筋の短縮は消えてしまうじゃないかって思うと思うんですよね。それならばこうやって外転筋も見なくちゃいけないんじゃないって思うと思うんだけど違うのよ。ね これはね、内転筋 vs 外転筋の筋肉のボリュームを考えてほしいんです。影響の強さでいうと、筋肉のボリュームで決まりますよね。えー、例えば、ジャイアンとのび太くんが、まあ、引っ張り合いっこしてて、えー、この、きっ抗した状態を作ってたとしますよね。だけれども、コントロールの,あのイニシアチブを取ってるのは、ジャイアンじゃないですか。ジャイアンが 軽く引っ張るか強く引引っっっ張張るるるかか強ていうそういうううそができるのび太くんの方にはその選択の余地はないですよね。ジャイアンが引っ張られた分だけけ耐えるしかないわけですよねだった時に内側対外側だと内側のボリュームが大きいのでそちらの長さ働きの強さを主軸に考えてあげればバランスが取れますよということです。まあ、いわゆるあの外側はカウンターバランス内側に引っ張られた分の逆緊張として緊張している場合があるんです。例えばね こうなるとこっちは内転筋、こっちは外転筋が伸びてるということですね。こっちの内転筋は硬いけど、こっちの外転が伸びてるという話になるんだけれども、でも、こうやって寝かしてリラックスさせると、両方とも硬かったりするケースがあります。で、ね、それはどういうことかっていうと、内転筋に強く引っ張られてるんだけど、そこをなんとかかろうじて、押し返して頑張ってたりするんですね。疲労を困憊して興奮してるから、リラックスしたときには両方の筋肉がカチッと硬くなっているというようなところはよく見ます。 だから内転筋を主軸にして考えてほしいと。カウンターバランス、ね、相手の影響を受けて硬くなった場所ではなくて、メインに硬くなっている場所を探してねっていう話なんです。よろしいでしょうか。でもう一つですね、この内外の筋肉たちっていうのは、横方向のブレを補正するだけではなくて、なんとですね、この内転筋や股関節の外転筋、まあ、とりわけ股関節の外側はね、 ええと中小殿筋ってあるでしょ、えー、あれの全部繊維前側前側半分って言ったらいいかな。筋膜張筋も含めて、これらの筋肉って股関節を6 0度にセットアップするための筋肉なんですよ。だから、これよりも深く曲げてる状態だと、後ろに股関節を伸ばす初動に使われるんですよね。逆に伸びきってる時には戻すために使われたりもするんです。 面白いでしょ角度によって筋肉の作用が変わる部分っていうのがあるんですよね。でまあデッドリフトだったらこっからせーのでく引き始めるぞって言った時にはなんと膝上あたりまでは内転筋それから外転筋の前側の繊維たちは股関節を伸ばすのに使われてるんですね。結構面白いでしょで、えー、この辺のね、えー、内転筋の働きっていうのは。 2017年あたりでだいぶ今までのセオリーから外れた話になってますね。あの股関節の内外線なんて内ねじり外ねじりの筋肉の話なんてトレーナーさんなんかもあの結構なんていうのかなあの不思議に思われる人多いと思うんだけれどもこの内線方向の股関節の動きっていうのは、まあ、私が学生だった頃には、えー、内線筋がめちゃめちゃ少ないって話があったんです。で認められてるのが 骨筋っていうちっちゃい筋肉と、えー、それから筋膜腸筋そして小殿筋中殿筋の前側の繊維これぐらいしかないよって言われてたんだけれども2017年にまあいろいろ解析技術が上がったんですね筋肉の力の発する方向、ね、でその結果ですね内線方向の働きが内転筋に見つかったんですねほぼほぼね、えー、全体的に内線だとええー、面白いでしょだから 動作戦略というかトレーニングの戦略がこれでちょっと変わったりしますよね。ですかね。まあ、引き出しだったり中間域のよいしょ股関節の進展っていうのがどうしても弱かった場合に内転筋の筋量を増やすっていうのも一つの選択肢になりますよね。面白い。ね。他にもこの内転筋を一生懸命話してるのには実は理由があって内転筋ってこういう。 見えるかなこうこうとこつくんですよでその内転筋のついてる先は骨盤角膜これね見えるかな骨盤角膜と内転筋ってつながり合いがあるわけですねだから内転筋の働きを強くするとさっきのオーバーフローで骨盤角膜骨盤底筋というのも強く働きますさあ覚えてますかインナーユニット骨盤底筋は 複横筋ともつながりますよね。横隔膜ともつながりますよね。それらは体軸を中心でグッとニュートラルな位置関係に固定してくれる筋肉でしたよね。でしょで、それらの固定力も内転筋の筋力発揮で上がってくるよっていう話なんです。いいですかね。まあ、そもそもね、こうやって広背筋、まあ、股関節の進展で、電筋、広背筋、それからハムストリングス、起立筋、これらはもう最大限収縮していますから、 それれらのなんていうのの補助的に働くく筋肉たちの話だだいいうのは忘れないでくださまあ、ね、あたかもね内転筋が主導だっていうとなんかこうやって引いた方がいいんじゃないかみたいな話になっちゃうからそうではない、ね、しっかりとまあすぐつま先と合わせながら引いていながらもここら辺の筋量っていうのが意外にこの股関節の進展の中間の動作までは役に立っているということこれを忘れない。 だからどうしても途中でグー、引ききれないよってなる。もしくはスクワットもそうだよ。スクワットもこの辺までは、ね、内転筋も働くんですよで。しかもボリュームが大きいから、これは頼りがいがある。ここら辺でスティッキングポイントを迎えてなかなかいけないっていうんだったら、内転筋の筋量を増やすようなメニューっていうのをやってあげるっていう戦略もできるでしょ。ワイドスタンスでスクワットするとかね。はい、でそう考えてみるとあの、パワーリフティングの皆さんがやってるこの えー、3種目のカップリングっていうのはものすごく理にかなってるよね、えー、こうスクワットなんかでまあ普通のスタンスでやってても最後相撲でやったりもしますもんねそうすると引き伸ばされる率の大きい内転筋っていうのはまあダメージが蓄積しやすいから肥大もしやすいよねあらそれがスクワットのスティッキングポイントを克服するのに大いに役立ってる可能性がありますねはいちょっとスクワットの話にずれちゃったけれども あのどっちが正しいのかっていうのを決めたかったらまず肩幅からちょっと広いぐらいまで足を開いてくださいそこからお尻を真横に振ってくださいね振り出しにくい側っていうのを見つけたらそちら側に親指を向けるとそこが一番正しい親指の向きオルタネイトの方向だということですねよろしいでしょうか、ねえー、ちなみにですねほとんどの人がこうなります っていうのはあの僕らの体はもともと左右差がありますよなんて話をしたじゃないですかで,でその関係で右のこの深層筋内側翼突筋って顎を閉じる筋肉から遮角筋それから肺を積んでる増卒の胸膜それから横隔膜そして腸腰筋そして内転筋ね、えー、この辺りの筋肉っていうのは右側の緊張が強くなっていることが多いですね。 でそれに対して反対の左側ですね、あのー、こっちらをって開くための筋肉の外側翼突筋そこからさっきの,あの強さ乳突筋や板上筋って首の後ろの筋肉ねでそこから肋骨の間の肋間筋腹斜筋 そして外転筋、股関節の外転筋ね中小で筋筋膜腸筋、えー、大で筋の上部線この辺り、えー、そこから長径じん帯通って腸肥骨筋なんて足首の筋肉なんかにつながってくくんだけれどもその辺りの緊張っていうのがやっぱり強くなってる、ね、これはね、あのー、んてうんだ何千年前から変わらないみたいだねだから僕らあの「休め!」って言われると怖えるじゃないですか <laughs>、ね、<laughs> まさしくこの姿勢です。ね だこちらの左の足っていうのはあのど,っちどっちかっていうといこちらの足っていうのは運動足というとこっち側が軸になって、えー、止める側っていうのがこっちの手になるから今度はこっちが運動手になることになりますね。だから止める止める動く動くっていうような形の役割分担になることが非常に多いですね。 はい、でこのこういう内側が硬い外側が硬いっていうような硬、まあ、いって言ったら嘘があるんだけど内側が機能更新っていうね働きは強い外側働きは強いこの右左の左右差の話っていうのは実はあのー、右利きだからじゃないんですよね左利きの人もやっぱり同じパターンになるの、えー、だから面白いよねだからそっからすると臓器の左右差っていうのが今度時点で上がってくるよって話なんですね。うん あの僕ら生まれた時にはね生まれた時じゃないやあの乳幼児でこうやって、はいはい、あはいはいじゃないあの歩き出した頃愛をが上手みたいな歩き出した頃ってこうやって右重心なんだってだけどあの手を使うようになってくるとだから小学生ぐらいになってくると調べると左重心になってるんだって面白いねでそうなってくると左側の筋膜の緊張が強いでしょ筋肉で支えるようなね、えー、戦略を取るから。 だ疲れた時には右の骨格に寄りかかって休ませるみたいなね、えー、そういう習慣になるんだなっていうふうに解釈しています。えー、だからなんていうのかなあのあだからじゃないごめんまだ結論早い。でそれに対してですよ内臓の位置関係が表裏逆っていう人がいるんですよ逆位っていうんだけれどもだからあの肝臓がこっちについてるとかねそういうことですよそういう人はなんと左重心から安予が上手になって そして成長したら右重心になったっていうのがあるんだそうですねはい面白いですねこれ30年ぐらい前の論文にちょろっと書いてありましたねうん、面白いねまあまあまあ、えー、そこから先いろいろ、あのー、研究は進んでるだろうから私の知らない事実ってのはあちこちあるかもしれないんだけれどもまあ、とりあえず私の知り得るところはこんなところですよといったところであ、まだでもね他にもちょっと話し切れてないことがあったねえー、っとね だから、ね、あのトップサイドで肩のキめがうまくいかない人っているじゃないですかでトップサイドでなかなかこう返しきれない人で2通りあるんだけれども手,が手幅が狭すぎる人、ね、なるたけ手を長く使いたいだから根元からこうやってぐーっと下に伸ばしていくからこう内側に集まっちゃう、ね、でそこで持ってくると ここら辺が窮屈になっちゃうね。だからそういう人なんかは手幅をちょっと広めにしてあげる必要があるんです。でもう一つですね、オルタネイトであの肩甲骨、この上側のね、胸って言ったらいいかな、腕、肩甲骨、胸、この一つらなりの、えー、機械装置たちねがねじれてるんですよ、もともと。大体はこうねじれるんだけれども、このねじれを逆転させて持つと、トップサイドが硬くなります。どういうことか。 例えば、えーとね、右肩がこうやってお辞儀して低かったとしますね、これめちゃめちゃ多いんですよ。で、こうなってくるってことは、この肩の前側の筋膜が短いの。で、それを今度手をオルタネートを逆にするっていうことは、肩甲骨が後ろに倒れるってことでしょだけど、この縮んだ筋膜に対して後ろ側の筋肉でより強い力でぐっと引っ張り返すわけ。っていうと、 両方の張力で肩はぎゅッと胸に圧着してくるんだよね。圧縮を受ける胸というのが出来上がります。圧縮を受ける。逆に肩甲骨が後ろに倒れてるって言うと、今度後ろ側や脇の下なんかが硬いんですよ。それに打ち勝つぐらいの力で肩を前に倒してくるわけでしょう。ちに返してね。手をちに返してこう前に倒してくるっていうと、後ろ側の脇の下の硬さに今度は前側の硬さが加わってくると。 その双方の張力が左の肩をギューッと胸郭に圧着する圧迫を受けた胸郭というものがそこに存在するんですっていうと動きはどうですかこの動きはめちゃめちゃちっちゃくなるのがわかるでしょで胸自体が腫れなければ肩甲骨も動いてこないからね胸がギューッと圧縮を受けたまま胸張るっていうのはまあめちゃめちゃ大変だよね あれだけマックスの重量を持っているときにそれをやれっていうのは本当に気の、まあ、骨の折れる作業ですね。で、あのー、どうやって見極めたらいいかって話になるんですよね。ただ、それ簡単で、えー、手をオルタネートでぐるーっと回したらそのまま回していってください。というと胸が一緒に回ってくるのがわかるでしょ。で、今度は反対もやってみるんです。なるだけ股関節は止めておいて、だから椅子に座ってやるといいですね。で、その状態で。 ぐるんぐるんってやってくると回りやすい方向と回りにくい方向が出てきます。ね、そしたら回りにくい側じゃなくて今度は回りやすい側でオルタネイトを組んでもらいたいんです。ね、そうすると最小限の筋膜この肩口の、ね、筋膜の、えー、緊張で済むから胸郭は動かしやすいですよ、ねで。今度皆さん見てもらいたいんですけれどもあの世界大会とか動画出てるじゃないですか。あの フックグリップで両方ともあのプロネーションでグリップしてる人なんかはグーッて返してきたときにですよ左の肩のキメっていうのがちょっと窮屈そうになってますよ、ねね。あれ見てみると面白い。ねてなところでトップサイドに関しては腕のこの,このレベルのね、胸肩甲骨上腕このユニットたちのねじれに合わせて握ってあげてくださいということになります。よろしいでしょうか。 あとそうだな、ちなみに右に親指が向きやすい人っていうのも結構いるよね。これ少ないんだけどあの圧倒的に大多数こっち左に親指。だけれどもこっちの人もいるじゃないですか。あれねあのいくつかのなんていうかな理由が見えたケースがあるんですよ。一つはスポーツ心臓です。スポーツ心臓って分かります心臓自体が、まあ、めちゃめちゃマッチョになっちゃって大きくなるってやつです。 で心臓って真ん中にほぼあるんだけど左側に競り出してるんですよだから肺の容積って左側が少なかったりするで、それに合わせて心筋が肥大するっていうとさらにそのスペースっていうのが広く必要心臓っていうのは右の部屋と右心室、右心房っていうのと左心室、左心房っていうのがあるんだけど右と左で、えー、部屋があるんだけど左側の左心室っていう袋はですね全身に送るポンプなんです だから左側の方が強いんですよいいですか左側の壁の方が強い。ですかねでそれをですよ右の左の肩をこうやって引き下げるようなことをやってしまうとどうなるかっていうと圧力を受けて膨らむこともできなければ吐き出す血液も小さくなってしまうということですよね。だからあの大きくあのあ大きくじゃないなあの短距離走とか、まあ、マラソンもそうかもしれないけれども。 血液をいっぱい巡らせなきゃいけないような心拍をこうわーッと高めていかなきゃいけないような運動をする時にはこっちの肩ってくっと上がってくるんですよねこれは肥大してなくてもまあそういう傾向がありますだから基本的にはこういう方向で動いた方が心臓が楽に動くからこっち重視になりますよねっていうと陸上競技なんかは左にトラックが回ってるっていうのは そういう身体上のね臓器の配置の理由によるっていうふうにも解釈ができますよね。でそれが肥大してしまったら普段からこうじゃないですかね。っいうと左の足にめちゃめちゃ乗るんですよ。ギュッと胸はちょっと湾曲を後ろに強くして大きく丸めてきます。その分腰のつ反りも左側が強くなっています。前後湾っていうのが胸椎後湾腰椎前湾というのが反対側に比べて強くなるっていうイメージです。 でそういう人なんかはこっちの左の内転筋あたりが強く働いてるってことになりますよね。でそうなるとこっちで握るとちょうどバランスが合うよっていうことになるんですね。でこれはあの何人かねうちに来てる患者さんでそういうパターンがあったんです。ね、だからななるほどど思ってたんですけど あの世界大会なんか見てると大体いい90キロぐらい93キロ級からいだん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 ,なんかあの右に親指向ける人ってあの増えてくるなって印象がありますね。でそれもあの体が身長がね高くて大きい人ではなくて例えばあの170ぐらいなんだけど体重が105キロ以上あるみたいなね骨格に対する搭載筋量が多いっていう人です。でってことはその 心臓骨格に合わせた心臓がより強い働きを持たないと血液をその増えすぎた筋肉に送ることができないんですよねだから自然と心臓っていうのは肥大していく傾向ありますよ、ね、だからそういった意味で骨格あたりの筋量搭載筋量が極端に大きい人っていうのは、まあ、心筋肥大を起こしやすいだろうなと考えていてそしてそれが故に重心がこう左足に乗りやすい。 それが故にオルタネイトでは逆に合わせる必要が出てくるというような判断をしています。これはもう私の,あの仮説なので、まあ、皆さんどう思いますかっていうようなところではありますけれどもね。はい。そんなところで一通りでした。ちょっとあの一通り皆さんのえー、とメッセージ読みますね。 今まで親指左向きでしたが、お話を聞いて右,右向きがやりやすかったのですが、向きを変えた方がいいですか、えー、どうですかね、まあ、その辺というのは、あの硬さを例えば癖がついた体で一生懸命練習していると、その一番癖がついた中で力が出しやすい筋肉たちって決まってくるじゃないですか。で、今度はそれらの筋肉が疲労困コンパイしてきたときに、今度は使われてなかった部分に目が移るということもありますよね。でもその場合は、 硬くねじれたところを、さらに逆方向に引き絞っていって、こう歪みを歪みでどん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 相殺していって、動けない体になっている可能性もあるんですよね。だからね、あの、僕がよくあのチューニングって言って、まず動ける状態にしましょうっていうのは、その影響っていうのを排除したいからなんです。例えば、あのベンチプレスなんかの動画で、えー、片方の肘がまあ遅れてプレスされる時なんて話をしたことあると思うんですよ。 ただ胸はこう反対側、遅れる側から離れるようにそっぽ向くようにねじれているケースが多いよねって話をしていると思うんですよね。だけどあれでこの肩の前側をちぎってしまった患者さんを見てると今度はちぎった幹、えー、幹部を守るもしくは治った時に縮むことで今度は逆転する時期ってあるんですよ。ね面白いでしょ。だからそうやってねあの体の本来の癖だって思ってたものが。 そうやって、怪我の影響で変わっていくっていうことはよくあるの。二次的な変化じゃないですか。もともとはこうだったんだけれども、外傷があってで、そのせいで今度は反対側に入れ替わったってことじゃないですか。で、そういうものっていうのは、もともとの出来上がった硬さっていうものを排除してあげないと、まあ、体の芯は見えてこないですよね。だかららそこら辺を あの判断をものすごく迷わせる要素でもあるんですだから一回ニュートラルな状態にしてほしいんですよだからチューニングのメニューを人それぞれのメニューを公開してるんですあれぜひやってもらいたいですよおっ6になった6レットから8レットっぽくいってる感じするこの状態でトレーニング入る。る セットででやっても、まあ、8分で終わりますから、ね、だからほんとあれやってほしいうんでその上でねお尻振ってもらいたいんですねそしたら本来の筋膜の長さの左右差っていうのが出てきますからねあそこら辺あのまだまだ右だったのに左かとかって決めるのは早いね。ね えー、手のところでですね今回はこのあたりで、えー、置いともさせていただきます、えー、次回もですね、えー、来月のですね、えー、第3日曜日の夜19時ですね、えー、ライブ配信したいと思いますのでまたあのお手すきのりでですね、えー、お集まりいただけましたら幸いです今日はどうもありがとうございました、えー、おやすみなさい